プロ野球パリーグ順位表。パリーグは2、4位争いやすいな。パリーグまだまだ CS 争いわからない。 C ソフトバンクマジック19。最近のホークス結構やばい。最近地味にソフトバンク負けとるな。ソフトバンクしれっとマジック減ったで。ソフトバンクさすがに優勝は余裕でしょう。高回りと CS がやばい気がする。ホークスは完全に継投つもりで負けたな。つもりは1点リードの2アウト満塁火消し登板で1アウトも取れないとか大丈夫かね。つまり3-4-9-4-9で3失点はあかんな。つもりがシーズン途中で電池切れするのは想定内やろ。大関はピンチを作って降りる時の状況がチヤバなのよな。大関は見た目の数字良いんだけどね。明日からロッテ戦。ロッテ最近チーム状況良くないけど西武には勝ってるしわからんな。ロッテはライオンズクリニックで復調すると厄介。2位日本ハム、ゲーム差中。ハムもったいないな。ハムは結構楽天に負けてるイメージ。高もかもめもいまいちだからハムは今チャンスやね。ハムはスタメンがおかしすぎたわ。コースケ試す意味なかったやろ。普通にファースト清レフトジェシーでよかった。清宮は完全に覚醒してるな。レイエースは20試合連続安打継続中。レイエースは3安打2ホームラン2打点。レイエース今月だけで8本打ってる。レイエースはエグすぎる。サチヤダメだったか。サチヤはもともと楽天苦手だし、しゃーないこんな日もある。明日から西武戦。西武先発は松本今井竹内かな。ここで西武に取りこぼすのがハモ。3位ロッテ、ゲーム差 2.5。 ロッテさよなら冒頭で勝ち。なんか起きると思ったら本当に起きたわ。ロッテめちゃくちゃやらかしたはずなのに勝った。唐川の粘りも勝因だよ。よく崩れなかった。唐川先発4試合全部 9S だなんてすごすぎだろ。ロッテ西武に開幕から爆竹の16連勝無敗。西武から貯金16稼いでるのに優勝できないロッテも大概やぞ。実はロッテはソフトバンクよりハムに負けてる。ロッテは西武戦残り9試合が鍵を握ってるな。ロッテに4位争い西武の鍵がでかすぎる。次の先発はカイケル VS 渡辺。カイケル中いつかで回ってくれるとか素敵すぎる。カイケル渡辺なら普通に勝てるやろ。4位楽天、ゲーム差 2.5。 楽天強い。楽天3カード連続勝ち越し。楽天 CS 見えてきたな。楽天は開幕前から考えたらようやっとる。フランコ良かったね。フランコはもっとタンと生き残れないぞ。阿部が4番に座った試合8勝1敗。マスタートレード大成功だな。阿部使ってないのが意味不明だったんよ。浅村にも一発出てよかった。浅村ようやくらしい打球が出るようになった。買ったとはいいうちはあかんね。うちくん先発転向1年目で103イニング3.30は立派だよ。明日からオリックス戦。オリックス4連戦は藤井騎士子じゃ早く分か。 CS 争いにはオリ4連戦を全部勝つつもりでやらんとね。おいオリックス、ゲーム差 5.5。 オリックス強い。今のオリックスも割と西武寄りやろ。オリはホークスに負け越さなかったぞ。押し出しで3点もらったからな。つもりのおかげや。3連続押し出しを出すくらいオリックス打線に威圧感があるということです。大田いると点入るね。太田のタイムリーもあって本当に良かった。太田が復帰してから打線は悪くはない。俊平太はようやっとる。俊平太が落ち着いてよかったな。明日から楽天戦。楽天4連戦4-0が CS 出場の最低条件。楽天は先週から6勝1敗1分けで好調。打線は両打ち結構厳しいな。6位西武、ゲーム差17。中2球団が注目する中すごい結末やね。西武さよなら冒頭は草。さよならパスボールがシーズン2回とかあるか。普通勝ちパは強いのにな。西武強いはずの勝ちパが大事なとこでやらかすのは辛いね。西武さん芸術点高いな。借金43っての文字見にすごい。これで対ロッテ戦16敗0勝。西武はロッテにいつ勝てるんや。同胞渡辺監督、この展開に切れずに笑みを浮かべる。鍋球優しいね。あの棒の冒頭まで鍋球のせいにするのはさすがにかわいそう。冒頭を攻めるなら平やろな。平は珍しく緊張してるように見えた。プレッシャーでかいんやろな。次の先発は渡辺 VS カイケル。カイケルは猫打線が初見で打てるとは思えん。鍋優援護率1点台だったよね。カイケル打てなくてもいつもと変わらんね。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。